よし、じゃあちょっと大桑で休もう。まあちゃんと買い出しもしますけどね。よいしょ。あ、なんかスズメがいる。結構大きくなってますね。もうすぐ巣立ちそうですね。さて買ってきましたけどね、大桑で。ちょうどよかった。歯ブラシね、トラベルセットと買おうと思ってね、買えてなかったんで、それも買いましたんでね。よし、ちょうどよかったぞと。で、アクエリアスと、あとね、なんかソース、蜜魚ソースってね、聞いたことないソースが売ってましたので、買ってみました。写真あったりあげときます。こんな感じ。ね、ほんと蜜魚サイダーみたいな感じのね、マークなんですけど、ソースで、これ昔からやってる、ブランドらしいです。和歌山の方ってなって、紀の川ってなってましたよね。へーということでね、買ってみました。どんな感じなんでしょうね。ぼちぼちと水間鉄道の方に向かっていってみましょうか。すごいですね。こんな感じでハーモニーバスで動いてるんですね。観音駅の方が行くね。なるほどね。あ、でこれちょうど朝比奈に通ったところか。これでちょうど朝来た道の方に戻れるんですね。今日後で宿に戻ったらね、一回どれぐらい歩いたのかね、見てみたいですけど、これ良かった。今日のうちに四日市に帰る計画にしてなくてよかった。これは無理だ。あ、足がつる。でこれで朝来た道のところか。こんな感じになってんだ。あ、せっかくだから菅原さんも巻いておきましょうか。これは菅原大臣、菅原道真さんのあれですかね。ちょっとお参りしておきましょう。ちょっと逆光ですがですけどね。いやー、まだまだ西日が暑いですね。あ、渡った時はよかった。いや、あ、ちょっと暑いです。飲みながらなんとかしましょう。これは一般の電車かな、どっちかな。わー、ホームすごい人だわ。よし。300円で買える快適があるということをね、今日この動画でね、お伝えできればと思っております。300円使いましょう。これは使いましょう。というかもう次が例の整理券発行してる運行のやつですから、どうせ乗れないですからね。よし、最後見送って、見送った直後のやつは混んでるかな。まあいいや、明日も時間ありますから取ってありますんで、ちょっと落ち着いてところで宿の位置を確認とかもしたいんでね。よし、その辺りとかを確認して、また戻ってきましょう。だいぶ土地勘やっぱね、歩くの、よく歩いてるじゃないですか。歩くとね、何がいいかってね、土地勘がね、つかめるんですよね。やっぱね、車で走るのよりも細かい土地勘がすごくわかりますからね。とりあえず今日の感想は、この辺りゆきさんと田中さんが多いのねっていうね。そんな感想を抱きましたけどね。すごいですね。三つ松でも変わった名前ですよね。よっしゃ。いやー、もう今回のイベントも終盤ですよ。そう、今回のね、採
四寺さんのイベントはこれ終盤に差し掛かってますけど、うちはまだ前半戦ですからね。今日初日ですから、まだ丸一日ねやりますからね。まあ一日って言っても半日でね、四日市の方に戻ってくるので、その道中もね、家に着くまでが撮影ですからね、うちの場合。そんなね、道中ね、疲れたからって言ってね、カメラを回さないわけではないですからね。そうそうそう。これでもまだ一人ですからね、途中で結構休んだりしてますけど、多分二人在籍になったらね、道中も回して、どっちかというと、うちの場合、水曜どうでしょう好きな人が多いですからね。ですから、どうでしょうファンですとね、道中でね、細かいいざこざを起こすね、おめえのパン、俺のパン食っただろうみたいなね、そういうのをやるっていうのもね、一つお家芸ですから、うん、ね、やることになるでしょうし、分かったともびっくりしますね。結構ね、夜の警察とかっていうのはね、沿線住んでると、私ね、今のところは、ね、まあ、言うてその、アスナロー鉄道から近いですよって言ってますけど、歩くとね、まあまあな距離なところにいますから、それほどあれですし、第一ね、夜はそんなにわーわーなることないんですけど、ここ涼しい、ここから撮ろう。いやー、今日はそう、運勢良かったですからね、ちょっと、お酒をいただける話が舞い込んできましたんで、やった。今日はいいこと尽くしですね。おお。あ、そっか。無料で帰りたい人は今のやつが最終やったから、混んどったんでしょうね。これの後やったら吸い取るんちゃうかな。どうなんやろ。ね。じゃああれですよ。そうそうそう。もちろんね、さらに残るのもあれですけどね。これちゃんと300円払って、明日もね、多分払いますからね。明日も乗る予定ですからね。いやいやいや。でもせっかくやちょっとゆっくりしてから行こうかな。満喫と違ってね、あれで行きますからね、チェックアウト10時か11時で行けるんで、まあちょっと朝ゆっくりしてもいいですから、まあ本番ゆっくり撮って、こっちの角度から撮ってる人は少ないですからね。いやーすごいですね。ね、まさか最高のね、他の人が撮ってない画角で撮ろうとしてるのではなく、単に日陰で撮りやすいかなっていう理由でここ選んでますからね。さあ、もう言うとるうちにイベントも終了か。イベント自体あと5分で終了ですからね。いやあっという間でしたね。まあ結局なんか果たしてこれをイベント参加と言っていいのかどうかはあれですけど、でもまあね、地域のね、振興はね、目的でね、観光振興とかね、そういうのもね、目的でっていう話でしたから、でしたらね、こうやって回り回ってね、ちゃんといろんなところでね、ちゃんといろんなもの買ってね、まあ、大久保ですけど、うん、ね、お風呂にも入って、すっかり水間のね、貝塚ライフ、満喫させてもらいましたから、これはまあ、これで、ありなんじゃないでしょうか。5時出発だからもういつうちだよな。あ、ついに出発するみたいですね。おお。あれがハーモニーバスか。兵器とかいろいろなところ回ってるみたいですね。これは失敗した。これは先に電車が入ってくるのか。なるほどな。なるほど。さあ、これは見事に、どっか、でもいいですね。あ、この画角もいいですね。いいじゃないですか。ラインカラー、水色だってないっていうのもね、いいですよね。いろんなバラエティの列車が。景色はね、一緒ですけど。
すごいすごい。おお。で、出た出てた。いやー、無事。もう無事終了しましたね。いや、よかったよかった。おお。いただきます。さあ、ということでね、無事、ね、特急サヨンジ4号もね、見送りができましたからね。いやー、まあとりあえず、ひとまずこれで、サヨンジ3関連のね、イベント参加の、動画としてはここら辺で終了となりまして、ここからね、引き続き、水間鉄道、まだまだうちのチャンネルもやってきますからね、そうそう。明日もやりますからね。そうですからこれ予定では今回水間鉄道で動画30本ぐらい作る予定ですからね、はい、30本はきついかな。明日頑張らないといかんな。今日多分10本分ぐらいしかないもんな。言うて道中ほとんど喋ってなかったし暑くて。いやー、まあとりあえずこれで一段落したのかな。よし、で次の電車あたりで帰る支度をしてきましょう。